何かお手伝いが必要なことはありますか？はい、すでにお聞きしております。南十字戦隊の棟梁と稲妻へ向かう約束をしているのですよね。確かにもう随分と日が経ちましたが、まだ私のところに情報は何も入ってきていません。探したぜ。あんたが姉子の尾根だっていう旅人か？そうか、そいつはよかった。艦隊の補給作業がほぼ完了した。あとは人員を確認するだけだ。姉子にあんたを探すよう頼まれてな。あんたが船に乗ればすぐに出発できるみたいだぜ。やっぱり北斗は約束を守るやつだったな。もちろんさ、姉子の義理がださはこんなもんじゃないぞ。出航したらあんたらも徐々に分かってくるはずさ。もう行かれるのですか？無事に出航できるみたいでよかったです。この先が星であろうと深淵であろうと、次の一歩を踏み出すのはいいことだと思います。ではまたの機会にお会いしましょう。皆さんのご無事を祈っておりますね。そうだな、ほとんど毎日会ってたから名残惜しいぞ。でしたら稲妻につき次第いち早く私を探し出してくださいね。私は鳴上島であなたたちをお待ちしております。やっぱり稲妻にもキャサリンがいるのかよ。じゃあなんでこんな悲しげな雰囲気を醸し出してたんだ。リーウェイにもきちんとお別れをしてきな。船はもう古雲閣に泊まってる。ちゃんと伝えたから俺は先に戻るぞ。おう、知らせに来てくれてありがとな。いいってことよ。じゃあ船でな。よう、やっと来たか。かつては嵐でさえ止めることのできなかったこの南十字戦隊を港に引き留めてるんだ。私がどれほどあんたたちの顔を立てたか言うまでもないだろう。冗談さ、ちょうどいい時に来たな。出航準備が今終わったところだ。じゃあ人も揃ったことだし、そろそろ雷雨に包まれし永遠の国へ向けて出航だ。出発。やっと来た、リーユエの姉子。待ちくたびれてたところだよ。それと
二人の密航者、ああ、いや、客人というべきか。あんたたちの将軍様のせいで、近頃は稲妻近海の雷雨と暴風が前よりも強くなってやがる。もちろん、私の船隊も大いに本領を発揮したが、それでも少し時間がかかっちまった。そうだ、紹介しよう。こいつはトーマ。最近知り合った商売仲間だ。よ、君たちに会えることをずっと楽しみにしてたよ。トーマ、この二人は。紹介はいらない。異教の旅人の名声は外界の嵐だろうと防げないからね。とっくに耳に入ってるよ。嬉しいこと言うな、お前。うん、手間が省けたな。トーマはもう長いこと離島で活動している。ここの顔役と言っても過言ではないだろう。何か困ったことがあればこいつを尋ねるといい。だがもしこいつがあんたに不埒を働けば、次稲妻に来た時、私があんたの代わりにこいつを締めてやる。安心してくれ。俺たちなら仲良くやれると思うよ。そろそろ時間だ。私の船にはまだお尋ね者が一人乗ってるからな。長いはできない。カズハのことか。また会おう、旅人。稲妻でどんな荒波に会おうが乗り越えてみせろ。バイバイ、元気でな、北斗船長。それじゃ、まずは審査所で登録手続きを済ませよう。で、稲妻のお偉いさんに会うのか？こっそりって言ったはずだけど。鎖国令を舐めないでくれ。身分を調べることからはどうあがいても逃れられないよ。だからこうして規則を守りながら規則をかいくぐるんだ。こんにちは。身分の証明と島へ上陸する目的を教えてください。あ、もちろんトーマさんは結構です。皆さん見ないお顔ですね。どうしたんですか？お二方の詳細と荷物を持っているかどうかを。規則に沿ったものではなく、そのような個人的な事情が理由ですと、原則として通すわけにはいきません。なあ、おいらたちは。すみません、やはりお二方には。これが二人の上陸手続きの書類だ。確認してくれ。おい、あるならもっと早くに出しとけよ。君たちがどう対応するのか少し気になったんだ。悪い。そうでしたか。書類に問題はありません。離島へようこそ。これからどこに行けばいいんだ？音楽観察だ。ここは上陸の可否を調べるだけなんだ。離島に滞在するなら音楽観察で滞在手続きを行う必要がある。なんか聞いただけで厳しそうなとこだな。稲妻では外国から来た人間を外の人と呼ぶほどだからね。この言葉からもわかると思うけど、鎖国令によって封鎖されてる今の状態じゃ、外国人が簡単に受け入れられることはないんだ。たとえそれが異邦人居留地のあるこの離島でもね。君の覚悟は気に入ったよ。俺たち気が合うんじゃないかな。じゃあ行こう、音楽観察へ。これらの規則のほとんどは離島をずっと管理してきた勘定奉行によって定められたものなんだ。勘定奉行？稲妻三奉行の一つで、主に
国家の財産を管理したり国に利益をもたらしたりするのを責務としている。あれ、聞いたことなかったかな。すでに上陸手続きは済ませてありますよね。では滞在手続きを行いましょう。そちらのお二人ですか。そうだ。はい、では手続き料の200万モラをお支払いください。200万！手続きだけで200万もするのか。はい、お一人100万ですので計算に間違いはありません。ご安心ください。いや、間違いというかそういう問題じゃなくて、ぐゆお嬢さん、この二人は俺の友達なんだ。ほら、俺って一応ここの顔なじみでもあるし。あら、トーマさんのお連れ様でしたか。ではトーマさんの顔に免じて40万もらにしましょう。本当に感謝するよ、ゆりかさん。でも俺から見たら手続き料なんて600もらで十分じゃないか。ここは俺が代わりに出すよ。後で君に飯をおごってあげるからさ。どうかな。そんな握りの仕方があるのか。いくらなんでもそれは。わかりました。それで手を打ちましょう。今登録しますね。へへ、毎度。そんなに驚くことじゃない。手続き料自体が私的な要望なんだ。音楽観察では手続き料をいくら取ろうとも最後は全て観察官の懐に入る。それが多いか少ないかってだけで、それ以外は重要じゃない。もし不幸にもここに滞在することになった外国の富豪商人が現れれば、そいつからがっぽり稼ぎる。そう、そんな時に現地の友達がいることの重要性、君たちにもわかるよね。ああ、異教の客人が鎖国中の稲妻に訪れているんだ。仕方ないと思うのが普通だろ。外国の商人ができることは仲間同士で助け合うことが関の山。これが離島にある万国商会が発足した由来でもあるんだ。外国人が自分たちで立ち上げた商会か。そうだ。商会は利益のため以外にも組織の取り組みや管理などで稲妻に住む外国人の支援も行っている。商売の道と生存の道、その両方を担っている商会だ。なんか外国人って稲妻で生きていくだけでも大変なんだな。それが君たちの目的か。なるほど。君の立場を考えれば確かにそれは遠い目標だろう。ライデン将軍は唯一無二なる高貴な存在、全ての生物が見上げるべき神なんだから。この世の出会いはいつも捉えどころのないものだと言いたかったけど、君たちならもしかすると午後の散歩中にでもライデン将軍とばったり会えるかもね。うい、そんなのありえないだろう。わかった。率直に言おう。君たちをライデン将軍のところまで導く術はある。本当か？離島の顔役にそんな権力があったなんて。持てる全てのコネを使えばなんとかなる。だがその前に、権力というのも高く売り買いされているものだ。言ってる意味がわかるかな。お前もかよ。俺の言う売り買いはモラを払うことなんかじゃない。それどころか対価を払う必要すらないんだ。ただ望むものを手にしたいのなら人々の問題を解決してもらいたい。
すべての人が幸せになる方法を探す。それが俺のモットーなんだ。かっこよく言ってるけど、オイラにはわかる。お前、自分が人に恩を売りたいだけだろ。おっと、なんだか君たちから悪者でも見るような視線を感じるが、ま、それは一旦置いておこう。状況を説明しよう。さっきも言った通り、万国商会の会員はかねてより生き残りの厳しい状況に陥っている。最近はそれがますます加速しているんだ。君たちに何かできないか様子を見てきてほしい。商会の会長はクリスという俺の友達だ。俺はここで君たちからの吉報を待ってるよ。おや、万国商会に助けを求めに来たのですか。もしや隠国観察にモラを。それならよかったです。来て早々財産を全て失うことにならないよう気をつけてくださいね。最近商会で困ってることはないか。困ってること、至るところに困難がありすぎてもう慣れてしまいました。鎖国令って外国から来た人にとっては大変なんだな。問題の根源は鎖国令ではありません。活動範囲が制限されるとはいえ、それでもそこそこやっていきました。実際に我々外国の商人を搾取しているのは勘定奉行にいる強欲な奴らなんです。おいら覚えてるぞ。三奉行の中で離島を管理してる奉行のことだよな。はい。高額な税金徴収や不条理な規則、それだけならまだ良かったのですが、一番ひどいのはここ最近新たな税収法令が出されたことです。上納する税金がモラから消化骨髄というものに変わりました。消化骨髄？その法令が出されるまで商会にいるほとんどの商人がそんなものを耳にしたことはありませんでした。最終的にリーユエから来た年配の商人がそれを知っていました。それは彼が若い頃にスネージナヤへと運送したことのある一種の材料でした。皆さん嫌々ながらも各地でその消化骨髄を探して税金として納めたのです。しかしそれはその場しのぎでしかありませんでした。上納する税金の要求が大きくなるにつれ、消化骨髄の値段がますます上がっていったのです。そして最後にはある一人の商人の手にのみ残り、他では買えない代物となりました。そういう状況って独占って言うんだよな。お詳しいんですね。その商人は値段をずっと上げ続けました。我々も法令の圧力からそれを買うしかなく、そのような悪循環が続いた結果、今や税金の値段が我々の利益をも超えようとしています。このままでは勘定奉行と法令について相談しようと試みたのですが、雷鳴轟くこの国で窮地に立たされた商人の声など誰が聞くというのでしょう。フォンテーヌよ、我が故郷が懐かしい。そんなひどいことが。そんなんじゃ生きていけないだろう。お前はどう思う？あの商人ですか。以前は彼とも交流があったのですが、その後は我々との関係も途絶えてしまいました。彼の商品の供給元がどこなのかも分かりません。確かに怪しいな。そいつを探す方法はないか。何か情報を聞き出せないか、オイラたちが探ってきてやるよ。おお、それはありがたい申し出。あなた方は外国から島に上陸したばかり、それに
紹介のものでもありません。彼もそこまで警戒はしないでしょう。彼を探すなら居住区の海辺にある木の下へ行ってみてください。そこが普段我々と彼が待ち合わせに使っている場所になっています。分かった、オイラたちに任せろ。おや、見ない顔だが新入りか。言えよ、何しに来た。あっち行った。そんなもん教えたら商売にならないだろう。企業秘密だ、わかるか。企業秘密。ひどい態度だな。買うかどうかも決めてないのになぜ値段のことを。ほうほう、さてはわかったぞ。お前たちクリスに言われてきたんだろ。あいつらには関係のないことだ。俺の利益を損なわないでほしいね。なんでだよ。言った言った、クリスのやつに伝えておけ。売ってやってるだけ感謝しろってな。俺がいなきゃあいつら税金すら払えないんだから。どうしよう、全く話を聞いてくれない。そうだな、一度あいつに聞いてみるか。よっ。おや、もう帰ってきたのか。問題は解決したのかい。うん、それがちょっと困ったことに。いいよ、できる限りのことは協力する。来たばかりの慣れない地でいきなり問題を解決しろなんて確かに厳しすぎたね。あいつのことか。それなら調べたことがある。以前は砂浜で貝殻を拾って商売してたかわいそうなやつだったが、なぜか最近急に羽振りが良くなったらしい。万国商会を抜けた後、新たな拠り所となる場所を見つけたのかもしれない。え、あいつも昔は万国商会の一員だったのか。じゃああいつも外国人。彼の髪の色と目の色には気づいたかい。そう、ベルナーはモンド出身で、リーウェとイナズマの間で海運業をしていた。鎖国によって彼は離島での滞在を余儀なくされた異教人なんだよ。もともと万国商会も彼にひどい扱いなんてしてなかったんだが、後から出された数々の法令により商会自身も立場が危うくなってね。だからあいつは商会を辞めて恩知らずなやつに。それは言い過ぎだよ。この世に根っからの恩知らずはいないし、永遠に冷酷で残忍なやつもいないと俺はそう信じてる。どうやら切り込む隙を見つけたようだね。何しに来たんだ。確かに俺は暇だが、お前たちのために時間を費やしたくはないんだが。あ、何を言って。モンド、モンドのことを言ってるのか。お前の口からモンドのことが聞けるなんて。前に帰ったのはいつのことだったか、それすらも忘れちまった。懐かしいモンド城の雰囲気。
故郷に、はあ、帰りたい。自由の都へ。効果があるみたいだぞ。感情を揺さぶろうったってそうはいかないからな。あ、今度は何だ。いいから目をつぶれって。波の音か。あ、リーユエコー。俺の目の前に波の音が、客引きの声が、リーユエコーの姿が浮かんでくる。上等だ、怪盗祭だ。巨頭が登っていくのが見えるぞ。想像力が豊かすぎると言うべきか、リーユエコーのことが懐かしすぎるのか。はあ、リーユエ、リーユエよ。これはもういい、もう思い出させるな。俺の心はもう。万国商会の人たちか。確かにみんな俺と同じく故郷を離れた者たちだ。俺はいつも夜の海辺に来ては波の音を聞いてる。ふるさとから届いた音だと思いながらな。そんな時いつも商会の奴らがやってくる。でも俺は顔を隠しながら離れるしかなかった。気晴らしにあいつらと一緒に話がしたいと何度思ったことか。俺だって愚痴をこぼし合いたかった。じゃあどうして。あいつらは心が強い。よりどころのなかった人たちが一致団結して生きていく術を探してるんだ。そんな真似俺にはできない。少しの利益と約束だけで俺は奴らの言いなりになっちまった。ふるさとの顔に泥を塗っちまった。いいだろう、言うよ。もうこんな葛藤はうんざりだ。大丈夫なのか。だが俺はあいつらを裏切ったんだ。臆病なやつだな。間違ったことをやったらちゃんと償うべきだろ。だから早く一体何が起きたのか言ってみろよ。税金徴収を任せられてる足軽慶次郎たちがやったことだ。奴らが商人たちに告げた税率は実際より高いものなんだ。それで余った消化骨髄は奴らが蓄えてる。そして商人たちが入手先に困った時、高値で売るよう俺は指示された。そんな、何もしないで儲けようとするなんて卑怯だぞ。俺は奴らの操り人形になっていたが、その見返りは生活をギリギリ維持できるほど些細なものだった。証拠、証拠、そうだな。決定的な証拠がなければ奴は認めないだろう。そういえばいつも俺が報告をした後、奴は毎回必ずどこかに行くんだ。いつも怪しいって思っててな。ついさっき慶次郎と会ったばかりだ。今から連れてってやるよ。よし、じゃあ早く行こう。やつだ、慶次郎だ。行くぞ。近い近い、見つかっちゃうぞ。どちらを選ぶべきかしら。今日は早めに店を閉めますか。どうせ人も来ないことでしょうから。スカ
離れてくぞ。早く追いかけよう。よ、レオコ、調子はどうだ？おかげさまで。よければ座っていって。ああ、ちょうど今稼ぎがいいんだ。そう、税金の徴収お疲れ様。あいつどんどん離れてくぞ。早く追いかけよう。ええ、まだ払ってないやつは、そうだな、万国商会のやつらをもっとしばいておくべきか。ああ、今なんか聞こえたような。静かに、見つかっちゃうぞ。俺の聞き間違いか。おっと、長いしすぎた。そろそろ。こんな場所に何をしに。何か埋めたみたいだぞ。見てみようぜ。これは帳簿？オイラはてっきりモラでも埋めたのかと思ったぞ。がっかり。えへ、見せてくれ。これは間違いない。これだ。取引の記録が一つ一つ綺麗に残ってる。これで奴の罪を証明できるだろう。証拠も手に入れたことだし、まずはクリス会長にこのいい知らせを教えに行こうぜ。じゃあ俺はここで。先に帰るよ。え、一緒に行かないのか。会長に会うのはまだ少し時間がいる。すまない。ベルナーってひねくれた性格だな。もう本当にありません。このままでは商売も損するだけで飢え死にしてしまいます。法令は法令、規則は規則。払うべきものは払ってもらう。言い訳は無駄だぞ。なあ、誰だお前。商会の新入りか。お前の帳簿はもう手に入れた。それと隠してたものもな。転売して儲けてたことも全て公にさらしてやる。なんと、そうだったのですか。ずっと騙されてたのか。あの、しゃな、税金のことは俺は。帳簿を見せていただけますでしょうか。この帳簿にあるものと以前紹介が納めた税金の額は全て一致しています。間違いありません。慶次郎さん、もう何も言わなくて結構です。今はこのことをどう解決するかが先決。ふん、俺の弱みを握れたなんて思わないことだ。俺ったらちょっとだけ利益に目がくらんだだけで。そういえば奉行武士は誉れと名望を大変重んじると聞きました。奉行府からお咎めはなくとも、このことが露見すれば。おい、聞き捨てだなんぞ脅しか。それは俺を脅してるのか。いえいえ、ただあなたのような君子殿に汚点が残ってしまうことを心配しているだけですよ。じゃあお前が正しいということにしよう。で、どう処理するつもりなんだ。まだお手元に消化骨髄をお持ちですよね。それらを使い
これから先少しの間税金を立て替えてください。我々商人には状況を立て直す時間が必要です。それだけでいいのか？あれらは俺が一生懸命運んで大事に隠したものだ。それをミスミスといいだろう。お前の顔に免じてただでやる。面の皮が厚すぎる。そんなんで納得がいくもんか。俺の店はもう何日も閉まってる。すべて友人の助けで繋いでいる状態だ。この損失の責任は一体どう取ってくれるんだ。ハリソン、もういいんです。これ以上は搾取されるのはもううんざりだ。この件がそう簡単に終わるとは思うなよ。ハリソン、こんな場所で大声で叫ぶとは、法令に異でも唱えているのか。お疲れ様です、勝家組長。ああ、何を騒いでいる。その税金のことで少々。彼らの世話をしているというのに恩を後で返されまして。何が世話だ、こんなの横領だ。必ず新助様にもこのことを知らせてやる。おお、勘定奉行様の名を直接呼ぶとは。よそ者はこれだから規則というものを知らない。この商人どもを連れて行け。何か言いたいことがあるのなら奉行府で話してもらおう。まずい、このままじゃ。はあ、まったく皆さん、そんなに深刻にならなくても。何か相談したいことがあるのならお酒でも飲みながらにしませんか。誰だお前、誰がお前なんかと酒を飲むか。ここの顔役だぞ。私の名刺をどうぞ。おお、これは社奉行のものか。ふん、ここは勘定奉行の縄張りだ。いくら社奉行の権能が高かろうと離島のことに手を出す資格はない。その通りですが、ここは我々のお嬢様の顔に免じていただきたく、お二方も将軍様にお渡しされる上層の中でご自身の名前を見たくないでしょう。そのセンスは白鷺の姫君。非科の令状にご足労させるつもりはない。我々も余計なことはごめんだ。全て忘れよう。勝家組長、しかし行くぞ。いつか日を改めてお食事でも。その際は私のおごりですので、お二方ともどうかご遠慮なく。無視された。はあ、人付き合いに影響が出ることはしたくなかったんだけど。ありがとうございます、トーマさん。しかし我々のせいで、あなたと勘定奉行の間に亀裂が。さっきのは冗談だよ。こんな代価、些細なことさ。礼ならこちらの旅人に言ってくれ。彼が形勢を変えるきっかけを与えたんだから。今後はあの足軽たちも少しは態度を改めると思うよ。トーマ、お前さっき一体。ここは人が多い。場所を変えて話そう。勘定奉行はやはり骨の髄まで腐ってたか。そうだ、そろそろ本題に入ろう。何が聞きたい？いきなりそのことか。じゃあ改めて自己紹介しなきゃね。俺は鳴上島の社奉行上里家に属している、白鷺の姫君の側近だ。なんだって、本当の身分をオイラたちに隠してたのか。その社奉行も三奉行の一つなのか。ああ、社奉行の上里家は祭祀活動や文化芸術などを管理する家系だ。具体的な責務は俺にもわからないものが多い。そして俺はただ運よく上里家に迎え入れられ、
白鷺の姫君という名誉を持つ上里家のご令嬢、上里彩香の世話を任せられている。白鷺の姫君、さっきの二人の反応からして稲妻で結構な有名人みたいだな。もちろんさ、礼儀正しく優しいお心を持つお嬢はかねてより稲妻のために敬愛されている。その名声は当代当主をも超えるほどだ。そう、彼女の兄上里彩人よりもな。お嬢は俺のような側近にさえ友人のように平等に接してくれる。心の優しいお嬢がみんなから好かれているのも納得がいくだろう。そこが重要な点だ。正直君たちに隠し事はしたくない。花王役という身分は偽装しようと思ってできるもんじゃない。俺は正真正銘1ヶ月もかけて離島にいる全ての人と顔見知りになり、北斗の姉子と仲良くなったんだ。たった1ヶ月で？すごすぎる。少し才能があっただけだよ。それにこれも全て君たちをいち早く受け入れるためだったんだ。今は鎖国令が敷かれているが、君たちがモンドとリーウェで活躍したことは稲妻にも伝わっている。君たちが稲妻への渡航を望んでいると知ったお嬢はその到着をずっと気にしていたんだ。それと同時に君たちが噂通り形勢を変える力があるかどうかもね。形勢を変える？さっきの試練では最後にいくつか予想外なことが起きたが、それでも君たちは形勢を変えるきっかけを与えることに成功した。お嬢の期待通り勢力の間に巧みに取り入り、人の心にある隙をついた。君たちが協力してくれればメガリレーは。予想外の展開だ。情報に間違いがあったか。そうか、それは理解してるよ。それに俺も君たちを導くって約束したしね。あれ、トーマがあっさりと受け入れた。ま、とりあえず離島での任務は終わったんだ。しばしの別れと行こうじゃないか。あん、そうだ、この招待状を君に。鳴神島に来たらここに書いてある木漏れ茶屋に来て俺を訪ねてくれ。それじゃ健闘を祈るよ。トーマって実は結構いいやつなのかもな。オイラたちも先に進もう。お、どうした？あ、そうだった。オイラ、なんでそんな大事なこと忘れてたんだ。トーマも忘れてたのかな。ういー、まったく、どうりであんなにあっさりと言ったわけだ。離島を離れたら木漏れ茶屋に行って絶対にケリをつけてやる。ういおい、とりあえず今は行動あるのみ。離島から出る関所に行ってみよう。関係を試してみてはいかがですか。おっ、お待ちを、通行証をお出しください。鳴神島に急用があって。通行証がないのでしたらお帰りください。規則ですので。はあ、やっぱり旅人、なんか考えろよ。どうやったら外に出られるんだ。勘定奉行の偉い人に直接会いに行くってことか。そいつの手下にはまだ文句が残ってるけど、やってみるしかないな。もしかしたらオイラたちを歓迎してくれる可能性だってあるしな。
待て、ここは勘定奉行所、部外者は立ち入り禁止だ。オイラたち、勘定奉行に会いたいんだ。勘定奉行様は普段外国人になんて会わない。早く帰れ、さもなくば我々が。いや待て。あ、奉行様、この二人は遠くから来た賓客だ。そんな古いやり方はよせ。さあ来るといい。話は中で聞こう。へん、今の聞いたか。申し訳ない。私は柊木慎介、勘定奉行柊木家の当主をやっている。君たちに会えて実に光栄だ。会えて嬉しいぞ。今回会いに来たのは、その、まあそうせくな。せっかく有名な二人の旅人が来たんだ。そう焦って本題に入らなくてもよかろう。オイラたちって有名なのか。もちろんだ。風魔竜を倒し、渦の魔人をも鎮圧するほどの実力を持った人間がこの世に何人いるというのだ。確かにな、おっしゃる通りだ。それとリーユエコーでファデュイの計画を阻止し、決戦の最中彼らの執行官を倒したのは本当か。そんなことも知ってるのか。確かにハンターだぞ。やはり本当だったか。どうしたんだ。いや、なんでもない。ただ君たちを称賛しているんだ。お二人がこの離島に訪れたのは実に光栄なこと。かねてよりお二人は熱心な方だと聞いている。我々勘定奉行のためにちょっとしたお手伝いをお願いできないだろうか。いいぜ、遠慮しないで何でも言えよな。ははよかった。それなら知っておられると思うが、リーユエの山には精神と呼ばれる植物が生えている。オイラたち、それを取ったことあるから知ってるぞ。リーユエに行って取ってきてほしいのか。ああ、新鮮な精神を300個ばかし取ってきてほしい。新鮮で取り立てのものだ。オイラの聞き間違いか。おっと、そんなに面倒なことであったか。そうだな。それでは島の手紙配送を手伝ってくれないか。それならいいぜ。全部で709通だ。おい、どういうことだよ。それって本当にオイラたちがやらなきゃいけないことなのか。はっは、すまないね。しかし島は確かに人手不足なんだ。理由もありきたりだな。どうするんだ旅人、本当に手伝うのか。さすが旅人殿。では私は返事を待つことにしましょう。本当にあんな依頼を受けるのか。おかしすぎるぞ。お待ちを。どうかしたか。お嬢様からのお手紙があります。どうかお読みください。手紙見せてくれ。これって夜こっそり会いたいってことか。それにお前このことに感づいてたみたいだけど
なんでだ？え、こっそり何やってんだよ。夜になったら彼女に聞いてみよですね。私は柊千里と申します。お会いするのは2度目ですね。何卒よろしくお願いします。本当に柊家のお嬢様だったんだな。いえ、そんなにかしこまらずに。あなたの噂はかねがね聞いております。そしてやっとこのような機会を得ることができました。なんか雰囲気が変だぞ。今回このように人目を忍んでお会いしたのは、この機会を逃せばもうあなたに話せないからです。何を話すんだ？そのお手紙を届ける依頼についてです。お前やっぱりあの父親の娘だな。それしかないのかよ。いえ、お待ちください。お二方には私の代わりに鳴上島へ行き、天領奉行の次男の鎌治さんまでお手紙を届けてほしいのです。父上からはずっと連絡を反対されておりました。政治の面から見てもっと良い相手を望んでいるのでしょうが、私の心には鎌治さんしかいません。離島で父上に歯向かえる方はいないでしょう。しかしあなた方は鳴上島へ行こうとしておられる異教の方。そんな事情があったのか。もちろんその代わり、あなた方がここを離れるのを全力で支援いたします。どうか私を信じてください。実はあなた方が稲妻にいる限り、父上はあなた方を離島から出すつもりがありません。おう、それはオイラたちも感づいてたぞ。あんなことを依頼するなんて最初から足止めが目的だったんだろうな。何日か前に父上と身分の高そうな女性が話しているのを見ました。異教の旅人をどうやって離島に閉じ込めるのか相談していたようです。父上が将軍様以外の方にあんなにかしこまるのを初めて見ました。そろそろ時間です。あなた方を外に行かせるための計画を話します。今ちょうど外へ送る貨物がありまして。では関所でお待ちしております。手紙のことどうかお願いします。お待ちを。その貨物渡墨島まで送るのでしょうか。お嬢様、どうしてここに。おっしゃる通り、これは勘定奉行様から特別に命じられた貨物で、傷一つつけることなく渡墨島まで送り届けなければなりません。どうかされましたか、お嬢様。であれば間違いありません。それについて父上が心配されているようで、私と手だれの方を付き添わせるよう手配しました。お嬢様が自ら運送を。あ、いえ、それはお手を煩わせてしまいますし、それにその手だれの方の身分も。時間がありません。遅れれば処罰があると父上から言われているはずですよね。お嬢様、おっしゃることはわかりますが、しかし。しかし何ですか。父上の気性はあなたたちも知っているはずです。私の身に何かあれば、あなたたちに課せられる罰は言わなくても分かっていますよね。あなたたちに私を完璧に守る自信が
あるのでしょうか。佐渡さんすごいな。人が変わったみたいだぞ。わかりました。お嬢様とご同行できとても光栄に思います。お嬢様の身の安全、命と引き換えにしてでも守ってみせます。新之丞、いいのか。ああ、お嬢様がそう言うんだ。部下はそれに応えるしかないだろう。しかし問題はそこじゃなく。もういいでしょう。早く出発を。もたもたしていると俗に隙をつかれてしまいますよ。わかりました。出発。お下がりください、お嬢様。ここは私どもが。お前たちは下がってろ。これが力だ。料理の時間だよ。おとなしく捕まれ。偶然面倒だ。相手を間違えた。師匠の技を食らいなさい、ルオパ。消えるんだ。やはりダメ。危ない、また攻撃が来る。千里様、私のそばに。ヨウマメ、立ち去れ。我が命を聞きたまえ。封じ、はあ、前方にある村で少し休めるでしょう。お嬢様、大丈夫ですか。はい、ここまで来ればもう大丈夫です。旅人さん、あそこが鳴上島へ続く道です。天領奉行から稲妻全土で通用する通行証を特別に発行するよう鎌地さんに手紙で頼んであります。お礼として受け取ってください。お嬢様。やっぱりそういうことだったのか。こんなことだろうとは思っていたが、新之丞、お前。いや、それはない。お嬢様はきっと考えあってのことだ。ですよね、お嬢様。そのお嬢様がおっしゃっていた鎌地というのは。もう隠す必要はありません。私の意中の人です。意中の人。おいおい、嘘だろ。新之丞、お前まさか。いや、なんでもない。なんとなく聞いてみただけだよ。俺がそんな夢みたいなこと思ってるわけ。二人とも心配しないでください。このことは何も知らないことにしておけば問題ありません。もし父上が咎めても私が全責任を負います。そうするしかありませんね。わかりました、お嬢様。でも千里さん、もし本当にバレたらどうするんだ。大丈夫です。父上は小さい頃から私を可愛がっています。ひどくても食事を半日抜きにされるだけでしょう。ご心配なさらないでください。あのじいさんにそんな一面があったとは。ではお二人ともお気をつけて、またいつかお会いしましょう。またな、佐藤さん。ほら、さっさと貨物を運ぶぞ。何を詐欺込んでんだ。
一般の客は招いておりません。お帰りください。なあ、ちょっと待ってくれ。オイラたち一般の客じゃなくて、海外から密航してこちらに亡命してきた特殊な客ですね。その格好を見ればわかります。そんなこともわかるのか。って違う、オイラたちはそんなんじゃ。シャブ業の印象、トーマさんですか。お二方は普通の身分ではないようですね。ではシャブ業の小さな保有地、木漏れ茶屋へようこそ。そう来なくっちゃな。やっと着いた。トーマは？トーマはどこだ？あれ、トーマのやつ、まさか約束を破ったのか？約束を破るだなんてひどいな。君たちこそ俺のことを忘れてたじゃないか。どういうことだ？犬が喋った！ははは、驚くことはない。俺のこの状態を見るのは初めてだったかな？うん。リーユエではこのようなものを見たことはなかったのか？そうか。おいら、なんか分かった気がするぞ。もう冗談はここまでにしよう。おい、お前ってやつはなんでいつもこうなんだ？離島の時も茶屋の時も君たちを待つ時間がとてつもなく長くてね。こんな特殊な待ち合わせ方法を考えたのさ。でもやはり二人には俺からのきちんとした謝罪を受け取ってほしい。これまでの数々の試練は必要な形式だったんだ。すべては君たちをお嬢のところまで連れて行き、俺たちの来航に立ち向かえる仲間になれるかどうかを見極めるためのね。真面目な顔になったからっておいらたちが許すと思うなよ。やりすぎたかな。悪い悪い。君は最初から規則なんかにとらわれるような人じゃないだろ。君の意志は揺らぐことがなく屈服することもない。遥か昔俺もそんな仲間を一人持っていた。しかし来航が下され、へえ、君たちも彼のことを知っているとは。どうやら彼の光はかすかなものなんかじゃなかったみたいだ。もちろんさ、シャブ業所の神里府まで連れて行ってあげるよ。だがその前にもう一つ二人には来てほしい場所があるんだ。あ、どこだ？鳴上島に住んでいる限り無視することのできない建設中の巨大な千住百目神像だよ。神の目。神の目！メガリレーで押収した神の目をこの心臓にはめ込んでるのか？やはり
もうメガリレーのことは聞いているんだね。君たちも知っての通り、モンドは自由の国、リーユエは契約の国、そして稲妻は永遠の国なんだ。ライデン将軍は稲妻の統治者であり、稲妻の神でもある。幾千年も変わらない永遠こそこの国を司る彼女の意志なんだ。そのため三奉行によって国政を固め、鎖国令で人員の流動を阻止する。稲妻をそのように静止した状態にし、時間という流れから逸脱させ、稲妻を不変のまま永遠までたどり着かせる。それが将軍の考えだ。神にも自分たちの考えがあるんだな。もちろんこれは俺自身の見解だけどね。最近行われているメガリレーの理由については、もしかしたら将軍は神の目が人々に変革の力をもたらすと思っているのかもしれない。そのような不安定な存在は将軍の思う永遠にふさわしくないのだろう。だからライデン将軍は天領奉行の部下たちに神の目を集めさせ、この心臓にそれらを一つ一つはめ込んだ。この千獣百目心臓は稲妻の永遠の象徴とも言えるだろう。なんかライデン将軍ってちょっとわがままじゃないか？君たちみたいな異教人くらいだろうね。そんな風にライデン将軍を批判できるのは。だが俺もそう思うよ。メガリレーはあってはならないものだ。お嬢はメガリレーが出されたその日から抵抗する決心をした。あれ、どうしたんだそんな顔して。あ、音？俺は聞こえなかったけど何か起きたのか？心臓に触ったんだよな。何かあったのか？願い？ふん、確かにそれはある言い伝えを裏付けることになるね。聞いたことはあるかな？人の願いが一定の強さに達したとき、神の視線がそのものに降り注ぐ。それが神の目の由来なんだ。言い換えれば、神の目はそのものの願いを代表している。もし君が言ったことが本当であれば、どうやら人々の願いは俺が思っていたよりも根強いものだったようだ。さあ、鳴神島のお客人がだ。そろそろ次の場所、神里府へ向かおうか。やっと行けるのか。これが稲妻の両家の屋敷なのか？なんか思ってたほどそうでもないような。神里府へようこそ、お客人方。お嬢がお二人をお待ちしておりますよ。お前がずっと言ってた白鷺の姫君だよな。どこにいるんだ？屏風の後ろ？シャブ業の御霊場はいつもこうして客人と接しているんだ。100年も続いているシャブ業の習わしだ。許してやってくれ。まあ、高貴な白鷺の姫君だからな。海を渡り、長旅で疲れていることでしょう。ここへ来てもこのような形でしか会うことができず、本当に申し訳ございません。お二方の到着をずっと楽しみにしていました。トーマからの報告で、お二方に形勢を変えるほどの力があることも確認しております。昨今の稲妻ではメガリレーの遂行により人々の願いが次々と踏みにじられています。
社奉行は将軍様に仕えているとはいえ、職務上人々と最も近い立場でもあります。もともと奉行の権力は民の信頼から来るもの。このような状況を見て見ぬふりをしていては安心して眠ることすらできません。旅人さん、どうかあなたの力を私たちにお貸しください。私たちならばきっと。言ったでしょう、お嬢、そのやり方じゃダメだって。あ、少々お待ちを。どうかお待ちください。あなたを将軍様のところへ導くことを約束します。その代わり、私の三つの願いを叶える手伝いをしてください。どんな願いなんだ？三人の神の目を失った方々にまつわることです。彼らにお会いすればあなたもきっと。村を守る武人、過去にメガリレーを執行していた武士、それと天下一を目指す剣術家。これで合ってるか？はい。その者たちをできる限り助けてあげてください。私はここであなた方の帰りをお待ちしております。ではお願いします。頑張ってくれよ、みんな。どれどれ、綾香が言ってた人は。どうしてなんじゃ。もう何年もここにいるのに、なぜ今さら離れると。そうだそうだ、まだ心の準備もできておらん。いきなりそんなことを言われても。子供たちもまたお前と遊びたいと思ってる。頼む、考え直してくれ。あいつが綾香の言ってた人に間違いないみたいだな。早く行ってみようぜ。あんたは手島さんを引き止めに来たのかい？手島さんはな、30年前にここに来てからずっとこの地におられる方じゃ。強盗団を追い払ったり、魔物を撃退したり、村の争いを止めてくれたり。彼は多くの心血をここに注いできた。私らの最も尊敬するお方じゃ。しかし、いきなりここを離れるなんて言い出したんじゃ。もしかしたら私ら何か間違えたことをしてしまったのかの。できることなら手島さんに火を浴び、これからもここに残ってほしいんじゃが。一体はこのことはメガリレーと関係があるのかもしれない。手島さんは何も悪くないのに、神の目を押収された。その後の彼は人が変わったようだった。うまく言えないが、彼は何か大切なものを失ってしまったようだった。村の周囲を一人で何度も回っていたかと思うと、いきなり世界を一周するなんて言い出したんだ。俺たちも別に彼をここに留まらせようとしているわけじゃない。ただ魂が抜けたような彼をこのまま行かせることはできない。どうやらみんなあの人のことを尊敬してるみたいだな。
お前が手島って人だな。どうしていきなりここを離れようとしてるんだ？俺か？離れるっていうよりもどうしてここに居続けているのかがわからない。ああ、だがそれは俺が残る理由にならない。30年前、どうして俺はここに来たんだ？30年もの間、どうして俺はずっとここにいた？もう何も覚えてない。神の目を奪われてから、たくさんのことを忘れてしまったようだ。昔の俺はここに残りたいようだったが、今はもうそんな考えもなくなった。どこか遠くに行った方がマシだ。まあ、心の中は空っぽなままだが。そうだったのか。それって、お前がここに残る理由を探し出せば、残ってくれるってことだよな。おい、でも、自分でも忘れてるみたいだし、どうすればいいんだろう。頑張って思い出してみるってのはどうだ？こう、ピキーンっていう感じで。そういえば、以前手島さんに果物を届けた時、日記を書いていたような。俺にそんな習慣があったのか。正直もう覚えていない。あったあった、その時の手島さん、面白いことを書き記しておいて大事な時に使うんだって言ってたよ。それだ。その日記を探せば手島さんを引き止めることができるかもしれない。あたりを探してみようぜ。じゃあ頼んだよ。私は先に村に帰って手島さんの状況を他のみんなに説明してくる。これが手島さんの日記みたいだな。どれどれ。今日は村のみんなと一緒に干物の網焼きを作った。俺は不器用でうっかり網を焦がしてしまった。仕方なく最初から黒魚のかば焼きを作っていたことにした。今日は村で溺れていた子供を助けた。その子は自分の友達のバンブがまだ水の中にいると言った。俺は半日かけて探し回り、やっとわかった。そのバンブっていう友達はその子の飼っているカニだった。今日はタコをあげに行った。糸が突然切れた。どんなに追いかけても追いつけなかった。仕方なく休憩できる場所に座り、それが遠くへ行くのをただ眺めていった。なんか全部日常の出来事みたいだな。あれ、待てよ、これを見ろ。今日はまた近くの祠へお祈りに行き、そこでずっと座っていた。お前が送ったお守りも色あせたが、それでも俺の一番大事なものだ。なんか有力な情報みたいだな。祠に行ってみようぜ。よいしょ。日記にあったお守りか。見た感じ女の子のものみたいだな。色も模様も。これをずっと持ってたってことは手島さんの元素力が残ってるかも。これで何かできないかな。
手島さんがよく来てた場所みたいだ。地面に動かした痕跡があるぞ。もしかして手島さん、何かお宝をここに隠してて、それでずっとこの村に残ってたのか。手島さんが30年も守ってきたお宝、きっとすごいんだろうな。早く掘り出してみようぜ。これは手紙？時間が経ちすぎてて、もう黄ばんでるぞ。本田村、聞き覚えのある名前だな。あん、どこだっけ。え？ってことは手島さん、ここでずっと人を待ってたのか。でももう30年も経ってるんだぞ。まだ現れてないなんて。とりあえずこれらを手島さんに渡そう。そうだ、この日記にあるのは確かに俺の筆跡だ。お守りと手紙も俺のものだと思う。それに書いてあることはもう忘れたが、しかし俺は確かにここで誰かを待っていた。30年も。その間毎日起きた面白い出来事を記録した。再会した時にこの30年もの月日を彼女に聞かせるために。いろんなことが起きたな。時間が過ぎるのは早い。もうこんなにも経っていた。どうしてこんな重要なことを忘れていたんだ。よく考えると、神の目を奪われてから自分の中が空っぽになった気がする。愛も後悔も彼女に関することも全て消えた。そうでもない。彼女が誰かさえも忘れているしな。彼女の姿、声、俺と経験した出来事、全て忘れてしまった。初めから彼女がいなかったかのように、全てが儚い夢だったかのように。それはもういい。こんなにも待ったんだ。これからも待ち続けよう。ただ本当に彼女に会えたとしても、名前すら口にできなかったら彼女は悲しく思うだろうか。それを考えると俺の心は確かに悲しくなる。おかしいな。彼女のことはもう覚えてないのに、どうしてこんな思いを抱くんだ。前もそうだった。心の中が空っぽで、何か欠けているような。何はともあれ、俺がここに残る理由を取り戻してくれてありがとう。ここに残って彼女を待ち続けるよ。手島さんはそんなに悲しくないって言ってたけど、なんかオイラはすっごく悲しいぞ。綾香とトーマが言ったように、神の目を失ったら願いと関係ある全てが同時に失われるのかもな。これが手島さんがあんなことになった原因だと思う。オイラたち手島さんの役に立てたかな。はい、うん、次の人を探しに行こう。綾香からの情報だと二人、かけっこしましょう。おかしいぞ。天領奉行って将軍の管轄下にあるんだろ。稲妻の治安維持を任されてる。
メガリレーもあいつらが執行してるはずだ。なんで自分たちの仲間に手を出してるんだ？わからない。ちょっと待て、あっちで何か騒ぎが起きてるぞ。行ってみよう。今月のお救い前、それを渡すかどうか聞いてるんだ。俺たちみんなそれを頼りに生きてんだぞ。納得のいく説明をしてもらうまで帰れると思うな。何度も言ったように、俺はお救い米なんてものは知らない。まだ嘘をつくか。命に関わる食料なんだ。お前たち武士に横領されるためのものじゃねえ。武士なら好き勝手できるってのかよ。天領奉行所に行って告発してやる。誰だ、黒沢の仲間か。いやいや、オイラたちはただの通りすがりだ。なんだか騒がしかったから、何があったのか見に来たんだ。そうか、ちょうどよかった。お前たちからも何か言ってやってくれ。こいつは黒沢っていう武士で、幕府軍の人間だ。幕府軍はこの近くでお救い米を配っていて、こいつがその責任者でな。以前はこいつに会えばお救い米を分けてくれたのに、急にくれなくなったんだ。きっと欲に負けて食料を横領するつもりなんだよ。その食料がなきゃ俺たち飢え死にしちまうっていうのに。俺たちの気持ちは考えてくれないのか。昔は心優しいお方だと思ってたのに、どうやら他の武士と同じで悪人だったみたいだな。道理で神の目も奪われるわけだ。雷電将軍もこんな奴に国を治める手助けをしてほしくないだろう。こいつが綾香の言ってたやつか。でもなんで綾香はこんな奴の手助けをオイラたちにさせようとしてるんだ。とりあえずこの黒沢って武士がどう思ってるのか聞いてみよう。何がお救い米だ。そんなこと聞かされてない。あいつらがどこからそんな噂を聞いたか知らないが、きっとそれを使って俺をたかりに来たんだ。俺にお救い米があるとしたら、こんなに貧しいわけないだろう。笑えるぜ。俺も食べるものにありつけてないってのに。用がないならもう言ってくれ。まだや、確かにそれは本当のことだ。幕府軍に奴、俺がメガリレーに対して不満を持ってるとか、仕事をサボってるとか、雷電将軍に忠実じゃないとか言って、俺の神の目を押収しやがった。おかしいな。お前もメガリレーの執行者だろ。なんでメガリレーに不満を抱いてるんだ。それは正直もう覚えてない。ただあの時は毎月何かをやっていたことだけは覚えてる。今はもうやる気すら起きないが、忘れただけならまだしも、心がなんかモヤモヤするんだ。誰かに借りがあるのにそれを思い出せないみたいな。お救い米と関係はあるのか。お救い米の横領なんてしてない。言っただろ、お救い米があったらこんな苦しい生活誰がするって言うんだ。それに俺の家はさっき砲塔団に強盗に入られたばかりだ。で砲塔団を追っている途中、あいつらに止められたんだ。信じないって言うなら砲塔団どもを懲らしめて、俺の家にお救い米があったかどうか聞いてみるといいさ。嘘を言っているようには見えなかったな。でも確証はない。やっぱり砲塔団のやつを捕まえて聞いてみよう。砲塔団が残した痕跡をたどれば見つけられるはずだ。まだ遠くに行ってないうちに早く追いかけようぜ。兄貴、今日はなかなかの収穫だったな。俺たちが行った武士たちの家、
貧しかった一人を除けば他はみんな裕福でがっぽり稼げた。これくらいどうってことね。今日の成果は俺たちが億万長者になる一歩目に過ぎないんだからな。今日ここからお前たちを引き連れ、盗っ人の世界で偉業を成し、一躍有名になってやるぜ。兄貴万歳。どうやらあいつらがオイラたちの探してる放蕩団みたいだな。懲らしめてやろうぜ。ルオパー、ヒヨ。なんでこんな、俺の金が、頑張って盗んできた俺たちの成果が。兄貴、なんとかしてくれ。その、いい身のこなしだな。放蕩団に入って俺たちと大事をなす気はないか。黒沢、ああ、覚えてるぜ。まさかあいつに言われてきたのか。くそ、なんてついてないんだ。あんな奴の家なんかによるんじゃなかったぜ。黒沢の家はどうだったんだよ。食料がたくさんあったんだろ。食料なもんねえよ。汚ねえ家の中だったぜ。そういえば一つだけ変わった箱があったな。きっと宝が入ってんだろう。他の奴らに見られたくなかったから戻ってから開けようと思ったんだが、そんな時にお前らに捕まっちまった。いっそこの箱で手を打つってのはどうだ。まだ少しは誠意が残ってるみたいだな。早く開けてみてくれ。あ、これは借用書。それにたくさんあるぞ。雑貨店の葵さんから借りたお金の借用書みたいだ。うわ、結構な大金だぞ。一体どういうことなんだろう。雑貨店に行って聞いてみようぜ。おい、お前たちはもう行っていいぞ。もうこんなことやるなよ。へい、ありがとうございます、若頭。借用書で手を打てたってことは俺たち儲かったんじゃないか。早くつらかるぞ。何でもありなつくも仏、何かお求めですか？それとも何か聞きたいことでもあるのでしょうか？黒沢さんのお友達でしたか。お客様は黒沢さんの代わりに借金を返しに来たのですか？いや、オイラたちはただこの借用書のことを知りたくて。黒沢さんはどうしてこんなにモラを借りたんだ？ここで何か貴重なものでも買ったのか？そうですね、黒沢さんは定期的にここで大量の食料を購入されています。上からの配給ではなく彼自身のモラで。しかし近頃は食料も値段が上がり、黒沢さん自身の俸禄では足りなくなったのでしょう。その時から借用書でモラを借りながら以前と同じ量の食料を交換するようになりました。お救い米ってそういう経緯だったんだな。でもなんで昔と同じ量を買ってたんだ？食料の値段が上がったんなら少なめに買えばいいだろう。考えてもみてください。お救い米を受け取りに行く人々はその食料がどれほどの期間持つか事前に考えておくのが普通ですよね。昼夜問わず綿密な計画をしたにもかかわらず手に入ったのが予想より少なかったら、きっとがっかりするでしょう。
黒沢さんはそういう思いをさせたくなかったんだと思います。人々の気持ちを大事に思い、借金をしてでも以前と同じ量の食料を変えてきたのです。過去に渡してきた食料は黒沢さんが全部自分で買ったものだったのか。なのに周囲の人から感謝されるどころかずっと責められて。人の態度は自身の置かれている状況によって変わるものです。生きるということに関してほとんどの人は他のことに気を回す余裕がなくなります。私からすれば、黒沢さんがお救い米の出所を最初から話していれば、このような面倒事も減っていたと思います。もちろん減るだけですが、彼がしたことは花から骨折り損のくたびれ儲けです。彼がどうしてお金を払ってお救い米を買ったのか、どうしてそれを公表して感謝されることをしなかったのか、私にも分かりません。もし気になるのでしたら、黒沢さんに直接聞いてみてはいかがでしょう。ああ、そういえば彼は神の目を押収されたばかりでしたね。それは厄介ですね。もし借金を返せないのでしたら、彼が大事にしていた刀を売るしかないかもしれません。刀？なんだそれ。黒沢さんから聞いていませんか。一年中身につけているほど彼には大事な刀があるんです。私も昔彼にその刀の来歴を聞いたのですが、これは父から譲り受けたもので、どんな高値でも売らないとだけ言われました。当時は少し残念に思ったほどです。何せ私はこの世の万物は値段で測ることができ、相応のモラを払えば何でも買えると思っていましたので、黒沢さんに刀の事情を聞いてみてください。あなた方の探している答えはその刀にあるかもしれません。もちろんその前にこちらでのお会計を済ませてくださいね。でもオイラたち何も買ってないぞ。情報も売り物の一つ。そうでしょ。まあ確かに黒沢さんの情報は高くはつきませんね。特別秘密にしてくれとも言われていませんし。そうですね、2000モラでどうでしょう。少なくともお救い米の事情が分かったんだ。それと黒沢さんがずっと持ってる刀のことも本人に聞いてみよう。何か思い出すかもしれない。まだ続けるなら刀を抜くと言ったら二人とも言ったよ。やっぱりこいつは言葉で話すよりも便利だ。もしかすると俺もこれからは。そういえば宝刀団のことはもう調べたのか。俺が嘘をついてないのが分かっただろう。大体こんな感じだ。お前は確かにお救い米を配ってたけど、自分のお金で買ったものだったんだ。どうして昔の俺はそんなやつだったのか全く覚えがない。今お前たちに言われ振り返ってみても何も思い出せない。昔の俺はどうしてそんなことをやってたんだ。骨折り損じゃないか。理解できない。でも確かにさっきこの刀を握ってあの二人を脅そうとした時、体が本能的に抵抗するのを感じた。この刀昔は俺の親父が台頭していたものだったんだ。
小さい頃、親父からそれを盗んで近所のガキたちの前で見せびらかしたのを覚えてる。その後親父にこっぴどく叱られたがな、親父はなんて言ってたっけ。おかしい、また思い出せなくなった。神の目が奪われてから何か大切なものを忘れたような気がするんだ。記憶のところどころに大きな空白があって、どうやっても思い出せない。ただ親父はこの刀には自分の心情があるって言ってたのを覚えてる。親父が亡くなる直前、その刀を俺に渡した。その時に言ってくれたんだ、この刀を持てばきっと。あれ、よく見ると刀の柄に何か文字が刻んであるぞ。旅人、何が刻んであるのかわかるか。仁義。それだったらこの状況も説明がつくような気がするな。借金をしてでも他人の幸せを願う、それが俺にとっての最大の願いだったんだろう。だが仁義なんて何になる。その道に従って自分の金でお救い米を買った、結果はどうだ。天領奉行に神の目を奪われ、俺が助けていた人々からも理解されない。なのにあいつらに刀を向けた時、それでも心が痛んだ。これ以上の皮肉はないだろう。俺は善人になんかなれない、悪人にも。じゃあ俺は一体どうすればいいんだ。こいつもかわいそうな人だったんだな。借金のことはトーマに相談してみよう。シャブ業なら支援してくれるだろう。大事な刀を売るわけにはいかないからな。おお、願いを失うのって恐ろしいことなんだな。お前に神の目がなくてよかった。次の神の目を失った人のところに行こう。剣術家だったよな。明鏡止水流の現師範らしいけど、なんかすごそうだな。ここがその人の剣術道場みたいだ。ちょうど人がいるみたいだから聞いてみようぜ。七子、そう悲しむな。師匠ならきっと無事だ。以前道場破りに来た奴らはどれだけ強くても師匠が任して追い返してたじゃないか。それでも私心配で。だって昔はどんなに危険な局面に陥ろうと師匠は動揺しなかったんですよ。それが今や。それは師匠が邪気に取り憑かれたからだ。今回行われる邪気払いの儀式が終われば師匠もきっと元通りになるさ。何かあったのか。君たちは誰だ。暇を持て余した野獣馬か、それとも師匠が邪気に取り憑かれてる隙を見て騒ぎを起こしに来たのか。どっちかは知らないが、とっとと帰ってくれ。さもないと俺の剣で切らせてもらう。違うんだオイラたち。弟子入り。そうそう、オイラたち明鏡止水流がすごいって聞いて、それを学ぶためにはるばる遠くから弟子入りに来たんだ。でもここに着いたら邪気とかなんとかが聞こえてきて。君たちの服装、確かに現地の人間ではないみたいだな。すまない、最近ここに来て面倒を起こす人が多くてな。
俺たちも警戒心が強くなってた。あいにく俺たちの師匠は今邪気に取り憑かれてしまって、まだ体が回復してない。今弟子入りさせることはできない。どうやら確かに本気で弟子入りしたいみたいだな。わかった。妹弟子と一緒に君たちに師匠の状況を説明しよう。それを聞いてから帰るかどうか自分たちで決めてくれ。俺たちの師匠はドモンという。この名前は君たちも聞いたことがあるだろう。独学で剣術を学び、数々の有名な剣術家を任してきた。いっぱいもせずに。師匠は言ってたよ、自分の目標は天下一の剣術家になることだって。俺たちの修行に付き合ってる時も自分の剣術を磨き続けてた。そんな師匠の情熱に感化された俺たちは師匠の後をひたすら追いかけてたんだ。それなのに、少し前に師匠の神の目が奪われてから人が急激に変わってしまったのです。何かおかしなことをずっと言い続けていて、私たちにも剣の修行をするなと兄弟子と相談した結果、師匠はきっと邪気に取り憑かれたのだと考え、鳴神大社の巫女様に邪気のお祓いを頼んだのです。しかし正直、私も師匠が良くなるかどうか分かりません。鳴神大社ってなんだ？鳴神大社知らないのか？あそこは鳴神島で一番大きな神社で、神社を司る大巫女様は雷電将軍と親密な関係にある人物らしい。俺たちじゃ大巫女様に出向いてもらうのは不可能だが、鳴神大社なら普通の巫女様でも邪気払いの力があるはずだ。だから安心しろ、七子。師匠はきっと良くなる。邪気払いの儀式は今夜行われる。もし興味があるのなら来てみてくれ。邪気に取り憑かれる。神の目を奪われるとはそんなことになるのか。夜になったら来てみようぜ。来たか。君たちが来る直前まで師匠は発狂してたんだが、見ずに済んでよかったな。さっき妹たちが師匠を支えていったが、どうやら師匠が誰かの名前をつぶやいてるのが聞こえたらしい。その人が誰か聞くと、師匠は急に怯えた表情になり、妹弟子を押しのけたそうだ。苦しみながら耳を塞いでいたらしい。島の子になって辺りを見回していた。ずっと名前を叫んでいたよ。俺たちが知ってる人も知らない人もいた。みんなかつて師匠に任された剣術家のようだ。その中の一人である安西という人は師匠の元兄弟子だった。だが師匠に敗れてからあてもなくさまよい続けてるらしい。師匠はさっき彼の名前を何度も叫んでた。神社の巫女様が師匠を殴って気絶させなかったら儀式も続けられなかっただろう。邪気払いの儀式はもう始まってる。ここで結果を待ち、師匠の無事を祈ろう。君たちは少しここで待っててくれ。水を取ってくる。師匠が起きたら飲むだろうから。あ？なんかさっきコソコソしてるやつが走ってったぞ。まさか邪気払いの儀式を邪魔しようとしてるのか。そうはさせるか。旅人、早く追いかけよう。ここか。もっと上に行って探してみよう。
なんでそんなに足が速いんだ。本当に土門の弟子か。土門より早く感じたが、それとも何年も会わねえうちに土門のやつまた実力を上げたのか。おい、聞きたいことがあるのはこっちだ。お前は誰なんだ。こそこそしてるし、きっと悪いやつだろう。悪いやつ？はっ、お前らが生まれてくるずっと昔から俺と土門は一緒に剣を学んできたんだ。もう昔のことはあまり喋りたくねえが、俺は土門から兄弟子と呼ばれる立場なんだぞ。兄弟子？まさかお前。そうだ、俺が安西だ。土門に会いたくねえからに決まってるだろう。あいつと関係のあるやつともな。あの時俺とあいつは同じ剣術家の師匠のもとで一緒に明鏡止水流を学んでた。俺はあいつより5年も早く入門した。みんなに頼られる兄弟子だった。明鏡止水流は雑念のない心を追求する流派だ。そのため門下の弟子たちは名声などに興味を持たなかった。俺も含めてな。しかし土門は違った。あいつが門下に入って最初にやったのは、笑いながら師匠に向かってどうしたら天下一になれるんですかと聞いたことだ。その時師匠はあいつを叱った。剣術はそのような名声のためにあるものじゃないと。何日か剣を習っただけで最強になるなど心に雑念を持っている証拠。そんなんじゃ剣を学ぶなんて永遠にできない。当時俺もそう考えてた。だが土門の剣術の成長はとてつもなく早く、俺にさえ追いついた。その時俺は確信したんだ。土門はとっくに雑念のない心という境地に達していたんだと。あいつの心には天下一を取ることしかなかった。剣術の極みを追い求め、どんなに挫折しようとあいつは立ち直った。すごい人なんだな。でもなんでその人に会いたくないんだ。それはあいつが来るまで俺は自分が明鏡止水流を受け継ぐことを目標にしていたからだ。師匠の弟子たちの中で俺は最も優れた才能を持ち、誰よりも剣の修行をし、みんなの期待を背負ってた。だがあいつが来てから全てが変わった。俺はあいつとの勝負に敗れ、メンツも地位も失い、門下を逃げ出したんだ。後から聞いた話だが、あいつは師匠とも勝負をしたらしい。師匠はすでに年を取っていて、勝負の中で最後の気力を使い果たしてしまったそうだ。それから俺はもうあいつと何の交流もしてねえ。だが正直なところ、俺はあいつの剣術とそれを追求する心を認めてる。だからあいつが発狂したと聞いた時は嘘だと思ってた。あいつが発狂なんかする玉か。明鏡止水の極みに達したやつなんだぞ。それでこっそり本当に狂ったかどうか確かめに来たんだ。なのにあいつ俺の名前なんか呼んでやがった。俺はてっきりもうとっくに忘れたのかと思ってたぜ。とにかくあいつに害を加えるつもりはねえよ。ただ確かめに来ただけなんだ。さあもう帰ってくれ。俺から話すことはもう何もねえ。邪気払いの儀式もすでに終わった頃だろう。おお、どうやら邪気払いの儀式を邪魔しに来たわけじゃなかったんだな。誤解だったみたいだ。でもこの人を連れて行くべきかどうかは迷うな。とりあえず邪気払いの儀式がどうなったか見に行ってみよう。
鮭に取り憑かれたわけじゃない。師匠は自分から狂ったとでも言うんですか？そんな、私は信じません。きっと何か事情があるに違いありません。七子、落ち着け。申し訳ございません。私の力では土門さんが取り憑かれているのを確認することはできませんでした。しかしこの世界には様々な蛇が存在します。その多くは私が今まで見たこともないもので、今の段階で結論を出すことはできません。それにこのことに転機がないとは限りません。先ほど私が得た情報によりますと、八重様があなた方の師匠に会ってみたいとおっしゃっているようです。八重様が、俺の知ってるあの八重様がですか？丸神大社の大巫女様、八重様が？よかったです。これで師匠は助かります。ええ、八重様は幅広い知識を持ち合わせており、これまでも数々の災厄と邪気を払ってきました。あなた方の師匠が邪気に取り憑かれたのかは分かりませんが、八重様ならきっと正しい答えを導き出せるでしょう。その巫女様、八重様に会うには何か準備は必要でしょうか？必要ありません。唯一行うべきは指定された時間に鳴神大社に着くことです。八重様は無駄に待つことを嫌っています。では私はこれで鳴神大社にてお会いしましょう。土門さんがいち早く回復することを祈っています。まさか八重様が俺たちの師匠を気にかけてくれるなんて。兄さんは師匠の名声が八重様の目に止まらないとでも言いたいのですか？いや、そんな、それは誤解だ。ただ八重様なんだぞ。噂では将軍様と深い関係にある大巫女様だってとにかく明日は君も来てくれ。わざわざ遠くから弟子入りに来たんだ。どんな結果になろうと、我々明鏡止水流は君に結果をもたらすべきだろう。おう、おいらもその八重様って人が気になるぞ。その人から雷電将軍の情報を聞き出せるかもしれないしな。純也の言ってた通り、すごく強いオーラを放ってるぞ。それにさっきオイラたちのことを見てなかったか？うーん、オイラの見間違いだったかも。何せオイラたちとあの人って初めて会ったはずだから。来るな、俺に近づくな。もう剣はやめたんだ、許してくれ。見ての通りです、八重様。土門さんはずっとこの状態です。かつて彼に負けた人が周りで自分を罵っているようで、とても苦しんでいます。八重様、師匠は邪気に取り憑かれたのでしょうか？師匠は以前このような感じではありませんでした。師匠は昔どんなことがあっても笑っていたのです。残念じゃが、何時らの師匠から邪気は感じられぬ。そんな、では師匠は？そう、自らこのようになった。巨大な重圧に耐えかね、心は崩壊、精神も傷つき、最後には発狂する。水に落ちたもののように、あがけばあがくほど暗く冷たき深海に落ちる。原因はおそらく神の目を失ったことじゃろう。
神の目を奪われるというのは願いを奪われることと同じじゃ。願い？しかし八重様、願いを奪われたというのなら師匠は一般の人に戻るだけなんじゃないですか。どうして発狂なんて。何時らの流派、明鏡止水流と言ったか。いいな。じゃが今のこの世の中、本物の明鏡止水などどこにもあらぬ。名声に興味ないと自称する者は弟弟子に破られ門下を去る。年配の剣術家は怒りを抱き自身の教え子に勝負を仕掛ける。では雑念がないように見える者がその手で自身の師匠と兄弟子を負かした時、本当に何も感じぬと思うか。八重様のおっしゃる意味は。剣の道とは千変万化。剣術で天下一を取ることは凡人にとってたやすいものではない。その手に剣を持ち他者の夢を打ち砕いていく必要がある。たとえそれが彼の近くにいる親しいものであろうとも。故に天下一を取るという願いに執着し、苦しみを一時的に忘れることで先に進むことができたのじゃろう。その願いが失われた時、彼は自分を否定し始め恐怖にもがく。そしてこのようになる。そう、あの未熟なわらわの友人のように。師匠はずっとそのような苦しみを抱えてきたのですね。すまない、全部俺のせいなんだ。父さん、師匠、安西さん、もういい。え、さっき会った土門さんの兄弟子、なんでここに。オイラたちの後をこっそりつけてきたのか。安西、どうして安西が二人鬼なのか。俺に復讐しに来たんだろう。分かってるさ、やはり俺はあの時。確かに俺はお前のことを気に食わねえやつだと思ってる。だがお前の謝罪なんか聞きたくねえ。何年も経ち、もう全部理解した。鼻からお前は間違ったことなんか何もしてねえ。間違えてたのは俺なんだ。メンツを失うことに耐えかねて門下から逃げ出した。お前に任されたほとんどのやつがお前を責めたりなんかしねえと俺は信じてる。それどころか俺たちは自分たちの願いをお前に託した。お前がさらに高みに行けることを願ってた。お前の願いが奪われ俺たちの期待に応えられねえことはもう知ってる。だけどお前はあいつらの願いまで奪っちゃならねえ。剣術を磨き天下一を取る、お前があいつらに教えたことじゃねえか。だがいつの日かあいつらも俺のように血をにじませながら天下一を追いかけるかもしれない。最初から間違ってたんだよ。いつの日かあいつらも俺みたいになるっていうのなら、俺は前に進むことをやめここで立ち止まる方がマシだ。そいつらの考えを聞いたことはあるか。師匠、師匠は以前海賊から私を救ってくださいました。私はその時師匠の後ろを追いかけることに決めたのです。将来師匠のように苦しむのかなんて私には分かりません。ただ私に分かるのは今の私はまだ止まりたくないということだけです。いつの日か正々堂々胸を張り、私は師匠の弟子で明鏡止水流の伝承者なんだと皆さんに伝えることができると信じています。七子だけじゃない、俺たち他のみんなもそう思ってる。お前たち、ほら見ろ、自分の願いをそいつらに託してもいいんじゃねえか。願いが奪われるなんてこと俺は経験したこともないから分かるはずもねえ。
だがお前に負けたあの時、俺も願いが砕かれる瞬間を感じたことはある。だからよ、俺が自分の願いをお前に託したように、お前もそいつらに願いを託せ。俺とお前は違う。俺が去った時、俺には何にもなかった。だがお前にはこんなにも優秀な弟子たちがたくさんいるじゃねえか。そうか、分かったよ。すまなかった。明鏡四星流の師範だというのに、お前たちに心配をかけてしまった。今の俺は天下一になんて興味はない。心にある虚無と苦痛が解消されない限り、再び雑念のない心に到達することは不可能だろう。だがお前たちの師匠として、俺がこの人生で学んだ全てのものをお前たちに教えてやれる。この点は兄弟子にも監督してもらいたい。もちろん見張っておくさ。また発狂されたら困るのはこっちだからな。だが俺はもう今の気ままな生活に慣れてる。道場に残るのはやめておこう。たまにお前のところに行ってサボってねえか見てやる。何をほうけてるんだ。早く八重様に礼を言って帰るぞ。うんうん、奪われた願いを弟子たちに受け継がせる。これで解決したよな。旅人さん、お待ちを。八重様からお話がございます。やはりわらわの気のせいじゃなかった。異郷から訪れる風、この海域に新たな望みを吹きつける。わらわたちの出会いは少々早すぎたかもしれぬ。じゃが、何時がこの島を訪れた時期はちょうどよかったと言えよう。わらわの期待に応えられるよう励むがよい、わっぱよ。あの八重様って人、お前に興味津々みたいだな。不思議なやつだな。さっき言ったことの意味は一体。まあ、これについてはまた今度話そう。今は早く戻って彩香に報告しようぜ。こうして会うのは初めてですね、旅人さん、パイモンさん。あなた方が友人たちを手伝ってくれたことはすでにお聞きしました。本当にお疲れ様でした。そうだぞ、神の目を取り戻さない限り何をやっても効果がない気が。そういえば彩香、どうして今回は出てきたんだ。あの三つの出来事から、私はすでにあなた方を友人とみなしたからです。トーマと話す時と同じように、友人とは屏風越しにお話はできません。うんうん、ちょっと待った。トーマってお前の家来だろ。おいら家来は嫌だぞ。パイモンさんは本当に面白い方ですね。トーマは私の家来である以前に私の友人でございます。そっか、なんか
屏風の後ろから出てきた綾香、雰囲気も違う気がするぞ。わかった。じゃあお前の友達になってやる。ありがとうございます。では本題に戻りますが、神の目を失った方々の苦しみを見てどのように感じられたでしょうか。神である将軍様の目には、すべての生き物は一つ一つの生命に過ぎないのかもしれません。雷鳴、成功、強風、周囲、それらの到来は人々の思いに配慮することなどありません。しかしあなたでしたらきっと感じ取っていただけますよね。どうやら私の気持ちを理解していただけたようですね。であればもう一度お考えを。本当ですか？はい、もちろんです。まったく、お嬢にはかなわない。彼はそれらを放ってはおけないお方だと言ったではありませんか。やはり私は正しい方を信じることができました。ではこのことはご内密にお願いします。木漏れ茶屋に向かいましょう。シャブ業にいる一般の方を巻き添えにしないためにも。またここに来たな。先に話を始めてくれ。俺は周囲の見張りをしてくるよ。ここは一体何のための場所なんだ？どうしていつもここに集合するんだよ。ここはかつて将軍様から与えられたシャブ業の放置。シャブ業神里家のみが計画、建設、修理、そして出入りするものの管理を許されています。これらはすべてシャブ業の祭祀事務の特殊性に関係しています。多くの場合で周りの方を近づかせないようにする必要がございますので。おいらわかったぞ。神秘的な雰囲気が必要なんだな。その後、城内での祭祀が減ってから、シャブ業の人間のみが自由に出入りできるこの茶室を先輩方が建てられたのです。そっか、確かに秘密基地にはぴったりだ。さて、ここでは自由に話すことができます。何かご質問はございますか？将軍様。私は将軍様とそれほど多くお会いしたことはございません。お会いしたのもそのほとんどが祭祀の儀式場でのことです。記憶ではとても威厳ある方で、高貴で尊く、類を見ないほどの威圧感を放っていました。それ以外で最も印象的だったのは、彼女には感情がほとんどなく、統治者というよりも無情な執行者として、様々な形で永遠という唯一の目標を実践しているようでした。実はほとんどの方にとってメガリレーは自身と関係ないことなのです。神の目を持つ者はそれほど数が多くありません。それどころか嫉妬を招くほどです。そのため多くの民はそれに対して無関心なのです。そんな、あまりいい気はしないな。しかし私たち以外にも遠方の渡墨島に抵抗軍が存在しています。抵抗軍？メガリレーに抵抗してるのか？はい、神の目を失った者や失うことを恐れている者が渡墨島の珊瑚宮の下で抵抗組織を結成したのです。珊瑚宮に関してはもともと鳴上島の幕府と信仰上の衝突をしていたようです。彼女らの率いる抵抗軍に
他の意図があるかどうかは分かりませんが。もちろん試みました。しかしメガリレーを廃止する提案が天守閣へ届くたび、天領奉行と勘定奉行による両奉行の否決によって毎回却下されてしまうのです。彼らは無条件で将軍様の決定を支持する態度をとっており、相談の余地さえ見当たりません。そもそも将軍様が突然メガリレーを出したのは一体どのような理由からなのでしょう。オイラはまだ質問が残ってるぞ。おや、パイモンさん、何が聞きたいのでしょう。どうやってメガリレーに抵抗するんだ。正直まだ決まっていません。おい、メガリレーに抵抗するということは神に抗うことにもなります。その覚悟を決めるだけでも容易なことではございません。じゃあどうするんだよ。今のところ私たちにできるのはメガリレーによる損害を減らす方法を探し出すことだけでしょう。例えば神の目の所有者をかくまったり、偽の神の目を作りその場をしのいだりすることです。神の目って偽物が作れるのか。花見坂の手芸職人の手にかかれば肉眼では見分けのつかない偽の神の目を作り出すことができます。しかし現在ある問題がございます。かねてより私たちのために偽の神の目を製造してきた正勝先生が数日前に天領奉行の方に身柄を拘束されてしまいました。見つかっちゃったのか。はい、長期的な解決策ではなかったので見つかるのも仕方なかったのですが、このまま正勝先生を見捨てるわけにはいきません。私もそう思います。しかし脱獄となりますと、私と東馬は社奉行としての身分がございますので、このことが露見すれば上里家全体を巻き込んでしまいます。その後の行動での支援も難しくなるでしょう。もちろんこのことをすべてあなた一人に丸投げすることはいたしません。準備が整い次第花見坂へ向かってください。そこに長野原という花火屋がございます。そこであなたを手助けしてくれる方を見つけられるでしょう。おとなしく渡しな。俺たちが手荒な真似をする前にな。元素力を使ってメガリレーに抵抗するんなら頭を冷やしてきた方がいいぜ。前にそうした奴がどんな結末をたどったか知らないわけじゃないだろう。無駄なあがきだぜ。見逃してください。この神の目は手に入れたばかりなんです。使わないと誓いますので。ちょうど神の目の押収現場に出くわしたぞ。放ってはおけないよな。ちょいちょい、町屋。ん？あっちで誰かオイラたちを呼んでる人がいるぞ。こっちこっち、はよこっち来。どうしたんだ。緊急事態なんだ。オイラたち今から。しー、見とき。おい、なんなんだよお前。自分に神の目がないからってそうやって野次馬みたいに。
うちらまで見つかってまうやろ。わかりました。これでいいですか、武士様。ふん、それでいい。行くぞ。どうするんだよ。もう神の目を渡しちゃったぞ。まさか神の目を失った後何が起きるのか知らないのか。お前のせいでタイミングを逃しちゃったじゃないか。よいみやさん、ありがとうございます。さっき僕にくれた偽物がなければ本当に押収されてるところでした。気にせんといて。あんたも結構ええ演技してたで。そうだったのか。そうとも知らずにおいらさっきよいみやさんにあんな態度を。ごめんなさい。ええんや。あんたらのさっきの反応、同じ立場におる人間やってのがようわかったわ。互いに理解するっちゅうのはめっちゃ重要なことや。あんたもそう思うやろ。あ、自己紹介がまだやったな。うちはよいみや、この長野原花火屋の現店主や。普段は花火を作って生計を立ててんねん。よろしゅうな。花見坂でよいみやさんを知らない人はいませんよ。夏祭りの女王とはまさに彼女のこと。彼女と彼女の花火がなければ鳴神島に夏がないのと同じことです。すごい人なんだな。おいらも花火が大好きだ。会えて嬉しいぞ。そないなこと言われると照れるな、半四郎。それとうちに礼を言うよりも正勝先生に感謝しや。正勝先生が偽の神の目を残してくれたおかげやさかい。あん時うちの神の目も正勝先生の偽物を使おうて守ったんや。もし奪われてたら商売上がったりやったで。はあ、正勝先生は本当にいい方なのにどうして報われないのでしょう。正勝先生。ん？なんや、あんたらも正勝先生を知っとるんか。ほんまか。白鷺の姫君が手配したもんやったんやな。実はここ数日獄中に乗り込もうと企んどったところや。せやけどいきなり無謀に突っ走っても神里さんに迷惑かけるだけやと思うてな。うちもあんたらと一緒に行動させてくれへんか。もちろんいいぜ。彩香もオイラたちに長野原花火屋で助っ人に会ってほしいって言ってたんだ。どうやら宵宮のことだったみたいだな。どうやら店で神の名の所有者をかくまう以外にもついに他の役割が回ってきたっちゅうことやな。正勝先生は町奉行所に閉じ込められとる。あそこの周りはもううちが偵察したで。めっちゃええ潜入場所があんねん。よいみやは頼もしいな。お前に会えてよかったぜ。せやろ。準備ができたら出発するで。絶対に正勝先生を助けるで。助けるで。以上に不気味なところだ。こっから入って正解やったな。あいつらの注意を引かずに済んだわ。この機会を逃したらあかんで。こんなとこに閉じ込められるんは怖いやろな。はよう正勝先生を救いに行くで。手分けして行動するで。正勝先生を迎えるには少し準備がいるんや。お
おう、あんたらもな。あんな小賢しい真似で俺たちを騙せるとでも思ったのか？ふん、東国だけで済むと思うなよ。ちくしょう、天領奉行の奴ら正勝先生に暴行しとる。早くどうにかして助け出さないと。おれ、よいみや、お前いつの間に。うわ、もう見てられん。
朝勝先生に何かあったら、うちらがここに来た意味は？お前たち何をしている？九条サラ様、俺たちはただこいつの指導をしているだけです。あれ、あいつは誰だ？九条サラ、天竜奉行九条家の養子で幕府軍の大将や。なんでこないな場所に。どけ、どんな状態か見せろ。死刑は将軍様から禁止されているはずだ。知らないわけではないだろう。存じております。もし自分たちのやったことに恥を感じていないのであれば、天領奉行の配下としてふさわしくない。申し訳ございません、九条様。威厳のある人だな。あいつらの注意力が正勝先生からそれとる。今が好機かもしれんで。おい、よいみや、焦って行動しない方が。あ、待て、そこに誰か。お前たち見に行け。はっ。来たぞ、早く隠れろ。悪い、うちのせいや。心配せんで、うちの失敗はうちが取り戻す。さっき準備しといたとっておきで。あそこで何か爆発したぞ。まさか花火？見に行くぞ。はあ、花火って注意を引くにはもってこいだな。少し派手すぎる気もするけど。花火の使い道は祭りだけやないで。当たり前や、こいつはうちの自信作なんやから。うわ、おい、よいみや、お前監獄で花火大会でもやるつもりか。うちも職人やさかい、無意識のうちにちょっち派手にやりたくなってもったんや。もうあっちに誰もいないみたいだぞ。今のうちに行ってみようぜ。よいみや、よいみやか。正勝先生、待たせてもうたな。畜生、あいつら好き勝手に。早く行くぞ、もしあいつらが戻ってきたら。今回だけだ。重傷を負っている、連れて行って治療してやれ。だが治療が終わり次第、必ずもう一度捕まえる。次はそう簡単にいかんと思うで。さっさと行け。あの暗いところから外に。正勝先生、平気か？歩けそうか？大丈夫だ、医者に着く前に死ぬことはないだろう。みんな、うちは正勝先生を医者に連れていく。祝うのはまた今度や。分かったから早く行け、オイラたちに構わなくていいから。なんとかうまく救い出せたな。そうだな、あの九条サラってやつ、部下の過ちの埋め合わせをするために
オイラたちを見逃してくれたのかな。天領奉行にもいいやつがいるんだな。もちろんメガリレーを執行してることを認めたわけじゃないけど。よし、じゃあこのいい知らせをアヤカたちに教えよう。なるほど、九条サラは君たちに手を出さなかったと。どうやら彼女も全くの理不尽というわけではないようだね。彼女と接触を試み、より多くの情報を聞き出せないだろうか。それは難しいと思います。九条サラはメガリレーの執行者、彼女は将軍様の命令以外は従いません。正勝先生がメガリレーに直接脅威をもたらす存在ではないと判断し見逃したのでしょう。しかし私たちの身分があらわになった場合、彼女は容赦しないはずです。ごもっとも。しかし正勝先生を救い出せた今、俺たちが一本取り返せたと言ってもいいだろう。今回は宵宮と旅人のおかげだ。勝利にまた一歩近づけたってわけだ。君は俺が思っている以上に頼りになる人みたいだな。そうでもないぜ。確かに旅人さんの助けがなければ今回の救出はこんなにうまくはいかなかったでしょう。しかしメガリレーに抵抗するにはこれだけではまだまだ足りません。今後の計画を準備する必要がございます。そんなに心配しなくても大丈夫さ、お嬢。少なくとも今は全ていい方向に向かっている。監獄から正勝先生を無事救出し、仲間の数も増えた。そういえば天領奉行が近頃祝典の準備をしていると聞いた。何か儀式に似たようなものらしい。それで町にいるメガリレーの武士が減ったのは確かだ。今は一時的に平和になってる。儀式？どうして天領奉行がそのようなことを？俺にもわからないが、俺たちとは関係ないことだろう。とにかく彼らが最近忙しくしているのは事実だ。俺たちに構う暇なんてない。そうですね、確かに一理あります。ずっと気を張っていても疲れがたまるだけでしょう。少々休息を取った方がいいかもしれません。トーマ、何か提案はございますか？ちょうど祝賀会を行おうと思ってたところだ。みんなで一緒に鍋でもどうかな。実は最近新しい鍋遊びを知ってね、とっても面白いんだ。鍋遊び？なんだそれ。聞いた感じ食べ物と関係があるみたいだけど。簡単に言えば各自それぞれ違う材料を用意し一緒に鍋に入れる。目を閉じて鍋から食材をすくい出し、食べながら誰の食材かを当てるんだ。正解した場合同じ作業をもう一回繰り返す。最終的に得点が一番高かった人が鍋の神のご加護を得られるという言い伝えがあるんだ。面白そうだろ？もう待ちきれない。実はすでに自分の分の食材は用意してあるんだ。どんだけ遊びたいんだよ。仕方ないな。旅人、オイラたちも食材を用意してこようぜ。何がいいかな。どれどれ。新鮮な魚肉、エビのむき身、タケノコ。うわん、鍋にぴったりな食材だな。オイラも楽しみだ。まさか普通の食材を入れたのが
旅人だけだったなんて。お前たち食べ物を無駄にするんじゃない。今までで一番恐ろしい鍋だったぞ。おかしな食材は全部トーマが食べてくれたけど。そう、得点が一番高いのは俺だ。待ってくれ、お腹が痛い。トーマが変なものをたくさん入れたせいで出汁が変な味になってしまったではありませんか。旅人さんが入れた普通の食材もおかしな味になっていて、何度か正解を外してしまいました。でも彩香は鍋にケーキを入れてたよな。旅人が食べてたぞ、鍋ケーキ。もう想像するだけでも。ごめんなさい、もっと美味しくなると思いまして。ダメだ、少し休ませてくれ。生き返った。トーマ、別にあんなに頑張らなくてもよかったんだぞ。わざといくつか間違えれば彩香や旅人の番になってたのに。最近運があまり良くないと感じてね。鍋の神のご加護で運勢を変えたかったんだ。だけど気づいたら火がついちゃってたようだ。まあ一種の修行だと思えば問題ないさ。もう悪い運気は全てこの遊びで使い切ったことを感じるよ。今ここに宣言しよう。本日の鍋遊びはこれにて閉幕。優勝者はこの俺だ。おお。はあ、遊びも終わり、仕事も一段落ついた。次は休息を取る時間かな。はい、トーマの言う通り、天領奉行が本当に何か準備をしているのでしたら一度休息を取りましょう。休んでいる間に私も少々行いたいことがございます。じゃあ各自休んでくれ。何日か後に木漏れ茶屋に集合して次の計画を相談しよう。めったにない休暇だ、大事に使うんだぞ。俺もそろそろ支度をして次の鍋遊びの食材を用意してくるとしよう。またやる気かよ。一回だけじゃ物足りないだろ。じゃあみんなまた。おう、またな。旅人、しばらく木漏れ茶屋には来なくていいみたいだから他の場所に行ってみようぜ。